自然豊かな草原、いいですねー。こんな日はのんびりと日向ぼっこでもしたいですよねー。なな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 な、何事だー。はい、突然ピグリンたちがスポーンした。理解が追いつかないやで。そうです、今回のこの世界、1分ごとにピグリンたちがスポーンする世界でサバイバルー。ってなるわけないだろボケが。なんでこいつら急に喧嘩始めたの？あ、一定時間経つとゾンビピグリンに戻ります。なぜかゾンビ豚が見境なく攻撃を始めるんだよね。数的に絶対にピグリンに勝つことはできないのに。つまり、こいつら闘技ごっこをしながらサバイバル。地獄すぎない？まあ、なんとかなるっしょ。まずはやっぱり木材集めからですよ。木材なくして冒険は始まらないんですから。てちゅー。早いよ、もう1分経っちゃったのかよ。ゆっくりと木材集めすらできねえよ。おうおう、元気に追いかけてきてるね。ちょっと待って、ごめんなさい。ピグリンブルートの攻撃力が高すぎるやで。一撃で半分も削られちゃった。急いで金装備、金装備を作るのよ。それさえあれば安全なんだから。あ、まだ言ってなかったんだけど、金装備禁止で行きたいと思います。バカなのか？ちなみに、ピグリンブルートは金装備とか関係なく襲ってくるやで。マジか、弱ってんな。まあ一定時間経てば襲ってこなくなりますし、そんな心配することないってないって。おんぎゃー。何がどう心配ないだって？おちおちおっおっ、落ち着いて聞いてくれみんな。お前がな、なぜかわからねえが、追われてるみたいだ。あんたが間違って殴ったからだね。どうするのよ、大行列ができちゃってるよ。おい、ここで店を開けば繁盛するんじゃないか。いいんだよ、今はそんなポジティブ思考は。この争いに乗じて逃げるしかないやで。アベルは逃げた。どこまでも遠くへ。逃げても逃げても、どこまで行ってもスポーンするから意味がねえ。とりあえず夜になったということで、ベッドを作ってすやすやタイムと行きましょう。じゃお願いだから寝かせてけろー。のんきに寝ることなんて許されないのよ。寝てる間に鬼が待ってくれるほど甘くはないんだよ。あ、寝れました。寝れるんかい。睡眠時間を与えてくれる優しさは持ってるみたいやで。朝起きたらまずアベルさんがすることを、近くに敵がいないかを確認する。これ毎日の日課です。毎日命狙われてんの？うわぁ、ゾンビ豚が集団にいじめられてる。このピグリンも人間社会と同じ動きをしてる？本能って怖いっすね。いじめ、ダメ、絶対、やで。いや、回避のしようがないんだが。HP は常にフルじゃないとダメね。そんなわけで洞窟にて鉄鉱石を集めてる最中です。早く鉄装備が欲しい。ねえ、ちょっと待ってアベル。こんな狭い場所でピグリンたちがスポーンしたら、なになになに？ピグリンたちやで。もしかしてピグリンさん、石の中に埋まっちゃってます？そっか、ちょっと高い位置に湧くから石に埋まるのか。なーんだ、逆に狭い場所は安全だったのね。カエルの子はカエル、石の上にも3年だぜ。うん、何言ってるの？埋まってる姿、ちょっとだけでも動画に映させておくれよ。おお、これは見事に埋まってやがる。生まれた瞬間石の中、逆になんだかかわいそうになるわけが。じゃあ生まれたー。心臓がドキドキする。これが恋？ゾンビ豚に対して吊り橋効果が発動してるやで。ふざけんなよ、余計なことしやがって。アベル、石の中好き？好きなわけないよ。はわわわわ、安全とは言っても、こいつらのうめき声を聞くの忘れよ。洞窟でこんな声聞こえたら怖くて進めないよ。てか単純にうるさい。襲われないだけマシって考えるやで。ここがちょっと高低差あるから、湧かないことを祈るばかりだぜ。言ってるそばから湧いちゃったー。タイミング感がとことんついてない男だな。アテネさん、今の気づきました？え、気づいたって？鉄フル装備でもあの速度で殺されるってことに。あ、確かに。メガライトじゃないとあの攻撃は防げないやで。アベルさんのムキムキボディをもってしてもダメか。お前は何を言ってる？ではではでは。ではではでは、ピグリンたちに襲われていきたいと思いまーす。イエーイ。じゃなくて、ネザーゲートだよね。はい、そうです。ネザーゲートを作りたいんです。それならさっさと作っちゃえばいいやで。わかるよ、その気持ち。すんぎょいわかるよ。アベルさんも同じ気持ちでしたもん。気持ちだけじゃ、どうにもできないことってあるよね。みたいな甘ったれたこと言うんじゃないよな。もちろんですよ、当たり前じゃないですか。せっせと頑張って作ってるので少々お待ちを。うわぁ、ゾンビピグリンの量がすごいことになってる。減らそうにも下手に攻撃もできないからな。中立を保つのが一番の平和への近道やで。ふぅ、今日は疲れたのでこの辺でぼやしみー。明日はどんな一日になるかな、メメ太郎。一日の始まりからピグリンに襲われてまーす。タイミングどうなってんだよー。いや、寝てる最中じゃないだけマシか。それではささっとネザーに行ってささっと戻ってこよう。てか感覚としてはネザーみたいなもんだったよ。常にピグリンと顔合わせてたからな。さて、今回の要塞運は。あ、これは外れなんじゃないか。バカ言ってもらっちゃ困りますな。徒歩30秒圏内にありましたぜ。さすがアベル、要塞運だけの男。ここを取ったらもうアホ毛しか残らない。ねえ待って、ちょっと待って、それ褒めてるんだよね。まあ、一応。
ああ、開けた空間にスポナーがなくてよかった。安心してブレイズを倒せるぜ。ピグリンたちも上から見守ってくれてるやで。上の階うるさくね。さすがに騒音で被害届け出すレベルだよ。でもこの騒音が聞こえなくなったらって思うと、スビスビビエーン。アベル、今だけは誰も聞いてないと思ってさ。本音は？被害届け出してきます。我慢、ダメ、絶対、やで。その後エンダーマンを飼っている時に気づいたんだけど、このピグリンたち、ネザーだとゾンビピグリンにならない。マジで？つまりこいつら、一生追いかけてくるってこと？イエス永遠の鬼ごっこの始まりだぜ。誰か、逃げる役かわっち。ガンバ。なんかゲート周りの賑わい方が異常なんだが、こらー、ゲートに唾を吐くなー。え、ピグリンの年でも気づこうとしてる？これだけの人数がいれば年作りができそうやで。ピグリンを話せる方募集中。それじゃあ要塞探しに行きますよ、です。あれ、あの鉄格子の向こうにあるのって、ゲートだよ。ゲートのある部屋と繋がってる。ラッキー、探す手間が省けたぜ。なに？どうなってるやで？おいおいなんだよこれ、ゲートの入り口がアメジストで塞がれてる？こんな偶然ってあるんだね。わー音綺麗。アメジストで音楽奏でられちゃったり、せバカバカやめろー。ゆっくり鑑賞すらできないやで。うん、さっさとエンドに行った方がいいね。さーて、無事にエンドラは倒せるのでしょうか。さすがに無事にってのはまあ無理に決まってるよね。いつだってお前たちはタイミングってやつが、アベルさんが奈落に落ちたらどうするんですか。多分そんなこと微塵も気にしてないやで。ゾンビ豚、その先は、はい奈落確定コース。バイバーイ。よーし、これでクリスタルの破壊は終わり。あとはエンドラ、おめえだけだ。あのさ、ゾンビピグリンたち、明らかに攻撃対象がエンドラになってるよね。エンドラ、まさか俺のことを心配してわざと？自分から悪者役になりに行くなんて。いや元からだよ。ああ、ピグリンの残骸が。まあ、これだけ仲間を殺されたら怒って当然か。さあ、みんなで協力してあいつを倒そうじゃねえか。これだけの数を前にしたらエンドラも、一瞬でチリジリになった。お前らの意志は俺が引き継いだ。あとは俺に任せとけ、帝王かなって思ってたんですよね。なんだ思ってただけだったのか。その言い訳ダサいからやめろ。てやー、そんなわけでピグリン鬼ごっこを制したのは、この俺アベル様だ。まあ、相当な数死んでるけどね。いやでもなんとか討伐できてよかったよ。これで鬼ごっこは終わりってわけやで。ちょっと待って鬼ごっこは終わったんじゃ？いやこいつらからしたらそんなの関係ないじゃん。ゲートに入ればきっと終われるよ。それじゃあ、これで本当にお前らとの鬼ごっこは終了だ。またどこかで会えたらいいな。あ、どうもです。